どうも皆さんこんにちは、もってんです。どうも。はい、今回はですね、じゃじゃーん、ラワのサプライズトイで遊んでみたいと思います。ラワワ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 、見てみんな、ワンちゃんとかネコちゃんじゃなくてラマなんで。はい、このラマのサプライズトイなんですけど、なんとね、それぞれのラマにあるギミックがあるらしいです。果たしてどんなギミックなのか、早速遊んでみましょう。じゃじゃーん、パッケージはこんな感じです。フージュアラマ、あなたのラマはどれって書いてありますね。何が出るかなって感じかな。でね、ここにね、動物とは思えないほどおしゃれなラマたちがいますね。そして裏はジャガジャガン。おい、おっとっと、ブーセーフ、受け取った。わっわっ。はい、裏にはね、ラインナップが書いてあります。さっき言ってたラメたラメって誰やさっき言ってたラマたちのギミックなんだけど、ウインクする、水を吐く、出っ歯になる、舌を出すっていうね、4種類があるみたいです。で、今回ね、3つ買ってきたんだけど、やっぱりね、私としてはこのね、出っ歯になるっていうやつがね、出たらいいなって感じですかね。で、ラマの種類もいろいろあります。まあ、ラマの見た目だったらこの子がいいかな。このマスクかぶってる子かっこいいからね。ということで早速開けてみましょう。じゃあまずは散々触ったこっちじゃない方。じゃあこっからもう無理やり開ける感じかな。いや、ビリビリビリ、うーん、あ、この子のベロが、うえー、ベロ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 。はい、オープン。じゃらーん、おー、もう出てきた。中にはね、ラマ本体と服が2つとラインナップと説明書が入ってました。じゃあね、まずラマくんから開けていきましょう。オープン。じゃじゃじゃーん、おー、あ、なんかプリプリしてる、柔らかい感じ。足とかもね、ちゃんとめっちゃ動くわ。すごいこれ、うお、なんかね、ここの足だけやたら硬いんだよね。ちょっと待って、なんかここね、くっついちゃってる。ちょっと一回ちょっと取って、オッケー、はい、動くようになりました。で、じゃあね、この服を開けてみましょう。あ、ちょっと待って、みんな、みんなみんな、ちょっと急いで開ける、急いで開けるわ。じゃじゃーん、見てこれ、マスクだ。一番欲しいって言ってたあのマスクの子が入ってました。やった、かっこいいマスクの子だ。で、これをつけてあげて、あ、すごい、これもね、ちゃんとラマ用マスクだから、耳のところに穴が開いてる。ラマ用マスクって売ってんのかな。で、こうね、スーパーマンみたいなマントもつけて、イエーイ、めっちゃかっこいい子が出ました。やった、ひょー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 。はい、で、ラインナップはこんな感じでした。全部で12種類かな。で、私が今回入れたのがこの子。え、この子か。このさ、ルチャ、ルッカ、ルッカくんかな？ルッカくんなんだけどさ、このマスクかぶってる子は今ルッカくんしかいないんだけど、なんかさ、全体的に色が少なくない？見本の子はさ、この目の周りが赤かったり、このね、リボンも赤だし、ここにも黄色ピラピラがついてたりするよね。このマントにも星柄がついてる。そっくりさんなのかな？そうだね、本人じゃない、この子きっとルッカくんじゃない、ルシアくんっていうね、そっくりさんのラマが入っていました。多分そう、多分そうしないと受け入れられない、これは。で、なんかね、もうギミックが決まってるみたいで、この子は水を吐くみたいです。てか、もうこれ唾吐いてるようにしか見えない。はい、じゃあね、ちょっと水準備してきます。わらわら。はい、じゃあね、早速水吸わせてみます。ゴー、いくぞみんな、ルシア様の力を見ろ。待って、想像以上にめちゃくちゃ飛んだんだけど、2メートルぐらい飛んだ。さて、伝わるかな、みんなに、この唾を吐く威力。もういいや、部屋が水浸しになってもね、みんなにこれを伝えたい。いくぞみんな、せーの。すごい、これね、弱く押してこれだから、もうね、水飲み場の水道に比じゃないぐらいやばい。ちょっと急なアングル変更ごめんね、これやばすぎてみんなに見せたいと思って。いくよみんな、せーの。天井ついた。よし、はい、じゃあね、2個目開けていきます。次は水鉄砲じゃない子がいいな。ゴー、パパーン。うわー、こういうやつね、あるある。ブッシュッて、よし、オープン。じゃーん、お、なんか違う色の子が出てきてる。わー、なんか可愛い感じの色出てきたぞ。はい、2個目はね、ピン、
2個目は白いラマの子が出ました。今回なんか女の子っぽい感じ、わーなんか美人さんだね。ナイスカップルになりそう。じゃあね、ちょっとこの子服とかね着てないんで着せてあげましょう。どんな服なんだろう。おお、なんか実写版サザエさんみたいなカツラと、わあ、これ妖精みたいなね紫の服が出ました。これ着せてあげよう、着せて。はい、まずはサザエさんのカツラで妖精さんみたいな服。はい、こんな感じになりました。なんか中二病ぐらいの前髪の長さ、これちょっと長すぎる。あ、待って、これ逆だ、逆こっちだはい、可愛い感じの女の子になりました。で、この子は、あった、フェアリーちゃんだ。この子はね、結構色とかも忠実に再現されてると思います。よかったで、こんな感じでね、ベロを出すみたいです。ちょっとやってみよう、いくぞみんな、せーの、ん?ん?え、こんだけ?え、待って、地味すぎないこれ。ちょっとカツラ取るね、ごめんね。これだらどうだ、うえ、もうちょっと分かりやすいぐらい出てほしい。うわ、ペロッって感じはい、こんな感じで2匹目はね、ベロをピッと出す感じのラマでしたやばい、もう最後だよ。これね、電波の子が出るといいんだけど、ゴン、パンパカパーン、じゃん、パパーン、うわどうだ。はい、今度はね、クリーム色、初めて出た色の子が出ました。このラマちゃんは何が起こるのかな。はい、こんな感じ。まあね、残念ながらね、ほら口に穴が開いてないんだよね。だから電波の子じゃなさそう残念。まあいいか、電波はここにいるし、電波妖艶は一人でいいよってか。はい、じゃあね、このちょっと歴史的な日本風のカツラをつけてあげて、うわ、かわいいじゃん。で、このね、服かなりね、お尻が出た服、これも着せてあげて、じゃじゃん、こんな感じになりました。お尻の穴なくても良かった気がする。で、この子は、あった、ロイヤルちゃんみたいです。貴族っぽい感じで、ウインクするんだって。わー、ウインクか。まあ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 、出っ歯の子じゃないけど、これもね、きっと可愛いと思います。耳をね、後ろに倒すとウインクするみたいです。じゃあね、ウインクさせてみます。せーの、え、待って待って待って、今このウインク可愛いって思った子いる？こんなに漏れてないウインク初めて見た。ちょっとこっちは、こっちも、このカツラが邪魔なのかもしれない。カツラを取って、よいしょ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとね、欲しい電波の子は出なかったんですけど、全体的にね、いろんな意味で面白いサプライズトイだったんで良かったです。これからもね、可愛いだけじゃなくて、こういうちょっと癖のあるサプライズトイも紹介できたらと思うので、楽しみにしていてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。やばすぎてみんなに見せたいと思って、いくよみんな、せーの、うっ、よっと、はい、現場はそこですね。いや、やばすぎるぞこれ。